ヘノベサ島地形図、ヘノベサ島は、東、太平洋のガラパゴス諸島にある縦状火山の一つである。諸島の北東端にあり、島の面積は14平方キロメートル、標高76メートル。馬の低鉄の形をした島は、南壁が崩壊した火山性のカルデラを持ち、高さ20から30メートルの崖に囲まれた巨大なダーウィン湾を形成している。 塩水で満たされたアルクトルス湖がその中心部に位置し、このクレーター湖内の堆積物においては6000年未満となる。歴史上の噴火はヘノベサジまでは知られていないが、火山の側面には極めて新しい溶岩流がある。この島はバードアイランドすなわち、ここで営像する多数かつ多様な鳥の集団繁殖地として知られる。軍艦鳥類が多く生息し、樹上に映像する。 赤足かつ踊りの最大の集団繁殖地がある。また、青面かつ踊りの一足とされてきた、ナスカカツ踊りや、赤目カ,カモメウミツバメ類、熱帯鳥類、ダーウィンフィンチ類、ガラパゴスマネシツグミを観察できる群島においても、最良の場所の一つである。プリンスフィリップス・ステップスイギリスの王子の中から、付けられたプリンスフィリップス・ステップスは、非常に険しいアイロであり、 高さ25メートルの絶壁にわたり、海鳥の集団映装置を通る。上部では、トレールが内陸に続き、細いパロサントバヤシにあるより、多くの海鳥のコロニーを通過する。ソリンを抜けると、岩の露出した地帯が眺望できる。ここでの海メ類の一種、ガラパゴス海メは、他のものとは異なり、日中に飛び回り、捕食者を避けて、夜になると巣穴に戻る。 諸島で最も小型で黒みのある海グアナがここに生息する。陸いグアナ類及び溶岩と影類は生息しない。ありがとうございます。